天かすのりょうです。本日はスパイダーマンマイリス・モラレス続きをプレイしていきたいと思います。前回の続きは、フィンがいいやつっていうかいい人で戦ってますよみたいな感じだったんで、フィンに電話して入隊させてもらうんだ。そう、フィンに電話して今言ってくれたのに、フィンに大丈夫？電話してるみたいですね。ほら、おばさんの集会のニュース見たから。無事だよ。よかったらお茶でもしない？お茶ね、いいよ。フィスクタワーのそばにあるエディソンのカフェは？ラテアートはやってないけど、その分映え写真を撮ってる人は少ないからさ。どう？オッケー、後でね。よし、危険な犯罪集団への潜入第一歩。悪くない。ということで、フィンとお茶しに行きます。ここかな。電話くれて嬉しかった。一休みしたかったし。なんで？いろいろとあってね。実はさ、フィンの家族の店に行ったんだ。いるかと思ってさ。僕が着く前に誰かが争った跡があったけど、店の中入っていろいろ見てさ、リックのこと知った。気の毒に。他に何を見たの？手伝いたいんだ。本当のこと教えて。おばさんに怪我させて本当にごめん。新人スパイダーマンが現れなきゃ怪我人は出なかったのに。私を説得しようと思わないで。間違ったことはしてない。わかった。そう。まあ、それが私の秘密。それで暇なかったんだ。で、あんたはどうなの？ほら、学校にフィーストのボランティアで。そんなのいつもやってたことでしょ。本当の理由は？本当の理由は最近自分が背負える以上の責任を持つことになって友達を遠ざけてたんだ。でも今日から変わる。フィンのクラブに加わりたいなって。クルー？チームかな。どうかな。僕もリックは大好きだった。フィンの気持ちはわかる。助けがいるなら手伝うよ。断るなら心配しないで。秘密は守るから。あんたってほんといいやつ。わかった、行こう。どこに？高いとこ苦手なのに。大丈夫だから、私がついてる。アンダーグラウンドに実力を示すの。フィスクタワーに着いたらやり方教える。キングピンのオフィスが隠れ家？あいつが刑務所に入って不動産が没収されたの。売却前だったからいただいたって感じ。どういうきっかけでアンダーグラウンドのティンカラーになったの？私は鍛冶屋みたいなもん。全部作ったんだ。マスクも武器もね。プログラマブルマター？そう。アンダーグラウンドがおじいちゃんの店に盗みに入った時に見られて契約したの。フィンの狙いはクリーガーだけど、彼らの狙いは？銃以外にさ、知名度。好き放題できるくらい存在を知らしめたかったの。でもそれって一人じゃロクソンは倒せない。来て。クレーンからあのバルコニーにジャンプして、怖くないって示して。見られてるの？
窓の奥からみんな通る道だよ。ほら平気だってば。いやあ、バレないようにやらなきゃ。普通やばいだろ。よし、いい感じに見せよう。なになになに、わざと？いいよそういうの。本当にそういうやつはいいから。いや、フィンとか私がついてるから大丈夫とかって言ってて、こっから足滑らしたら助けてくれないでしょ、あそこの距離から。本当に。ジャンプ。ええー。これで正式に仲間入り。そう。でも油断禁物、みんな新人には当たりがきついから。ここで計画を練ってるんだ。ああ、計画ね。どうしてニューフォームを？積みに盗んだんでしょ？容器をたった1個だけね。計画は調整中。とにかく今はここに馴染んで。わかった。ああ、戻ったの。ギャビンが探してた。今は無理、新入り入ったし。あっそ、すごい。全部フィンが作ったの？そう、武器さえ作り続ければ裏切られない。それプログラマブルマターの剣？新しい敵には新しい武器を。スパイダーマンのこと？今週の迷惑なゲストナンバーワン。下の階まで見せる。メイン、シールドのカリブレーションのことでヤビンが騒いでる。何回説明すればいいわけ？休養ができたからここで待ってて。うん、オッケー。チャンス到来。ニューフォームの隠し場所を探り当てよう。ここに何かヒントあるかも。ヒント？あそこか。マーティン・リーの手下の装備？そう、戦利品。リスクに変わって街を牛耳るなら力を見せつけるとね。デーモンを倒せるくらい訓練したんだ。どこで訓練してるんだろう。次はあそこか。俺たちどんどん強くなってくる。すんごいお金。下にもまだあるよ。GG がどう思うの。あいつはうちらに金づくか。下にもあるのか。期待できそう。これでもバカにされねえ。やっぱり新人雲は6層と似た。橋の攻撃で注目されてるんだね。うつつ抜かすか。ここに持ってきたのかな。こいつは誰だ。フィスクがブチ切れそう。ここにあった秘密の扉とヤツの秘密は全部見つけた。タワーの一覧にも秘密の部屋か。危険な燃料を隠すのにぴったり。1階にあるフィスクの隠し部屋使ってるのかも。休憩はおしまいだよ。グループには下の階で訓練しな。目的地決定。全員出して失脚したの。同じのケース。これって物資のケース。どっかのクズが盗んでっから罠仕掛けなきゃ。なんて受けて立つよ。マギアだってロクソンだって怖がる。ガンキに連絡しよう。
誰からなの？あ、母さん。ほら、うちに帰れって。今すぐ？本気？うん、ギプスつけてるから料理手伝わなきゃ。私のこと言った？ありがとう。あっちから出られる。すぐ戻ってくるでしょ？もちろん。下に秘密の階があるってことか。よし、ガンケ、今通気口。よっしゃ、ニューフォームの隠し場所分かった？まだだよ。フィンが地下室に向かったから後をつけてくつもりな。通気口を這い回るとき、映画の主人公気分になってハラハラする鼻歌歌ったりしないので、捕まってワニのいる檻に吊り下げられて、ガムの包み紙で爆弾作って脱出みたいなさ。何それ、ないよ。聞いてみたかっただけ。吹き抜け到着。トレーニング中のアンダーグラウンドを倒したら秘密の部屋を探そう。よし、またこれは、マークをつけていって、多いな。こいつでしょ、こいつ。あとはあいつ、あいつ上にいるの厄介だな。上の方からちょっと倒していくか。あ、そこにもいる。で、ここ上の方から倒していきたい。うん。いやー、なんかね、引っ掛けられる場所が一回ステレスなるかな。あれ、怒っちゃって大丈夫で、安全。何かいた。いや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 、マジで見つかったか。ちょっとね、見つかってるかな。おお、見つかってるね。おお、さてと、どうすっかね。おお、危な。おお、危ない。さてと、おっかな。おー、強いね。
おっと、おっ、おいっす、おっ、かねえ、おら、え、どうした、いやー危ない、ほら、いやー強えな、よし、よっしょ、あーやばい、こわー、狙われてる、あっかない、やばいやばいやばい、さすがに、いやー怖っ、いや人数多いな、いやーやばい、いや人数多い、あそこか、ちょっと上の方に行って、マークして、あれ、ちょっと、遠いか、まだ、ちょっとね、これを使ってみようか、ほい、ほい、入れ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 、はい、ボン、
よし、これで全員まだいるか。それじゃあそこを登って よし、で裏に回って、あれ、姿を見せなよ。あ、そこ、はいはいはい、ついてなかったね、ごめん。で、あそこ行ってよー、ほい、あーそこか。じゃあ残り1匹、よいしょ、一人減ったね。うん、終わりじゃない、はいはいはい、フィンの気配はゼロ。危なかったな。絶対どっかにはいるって。私は目的のあるアートを愛してるってフィスクがインタビューで言ってた。どういう意味？さあな。でもあいつの家でアートに隠された秘密の通路が見つかってるだろう。ってことは、そうか、なるほどね。見てみる。はい、どこ行くんですか。秘密の通路、秘密のツール、ああ、なんかこれ怪しいですね。あ、違う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 、違うよ。これじゃない。その辺にでっかい銅像。見つけたかも。はい。うわ、秘密の階段だ。こっち行って。ってみんな秘密のドア持ってるよな。オリジナルスパイディが来た時に使うつもりだったのかな。もっと早いエレベーターにすれば近まらずに済んだかも。スーパービランはバカな方が楽だろうな。え、どうした？今の聞いた？ニューフォームで体調崩してるって。しかも全然気にしてなさそう。これ倒すの？ニューフォームは無事？移動できた？アップタウンのラボに。ガンケ、ニューフォームは移動したって。容器が安全かは分かんないけどね。なんか熱くて音も鳴っててヤバそうだった。スパイダーマンの力のせい、構造がおかしくなってる。触れなってみんなに伝えて。隠れ家だ。あのどれかにニューフォームが。クリアな数をくれたら絞り込めるぞ。得体の知れない代物なんだぞ。成分も出所も私の兄さんが作った。主任科学者でもロクソンに殺された。
ロクソンを潰すまでやめるつもりはない。みんなは？聞く必要ないだろう。そう。電気がいる。ジェネレーターに車のバッテリー、何でもいいから劇場に持ってきて。うん。おい。うお、これかな。すげえ、新しい技。自分でも何したかさっぱりだけど、うまくいった。頑張れよ。うお、危ない。俺はその地図を調べて手がかり探してみる。オッケー。こっちは完全続行。ほら、ほら。おい。やりたいことリストのギャングの金庫でバトル達成っと。よし、よし。ほら。ほら。よし。地図の画像をきれいにしてみたぞ。ん？アンダーグラウンドは。よしよしよし。建設現場をアジトにしているっぽい。はい。おお、すげえなんかいっぱいあるな。とりあえず、まあここはここは、いや。いやー、改造とかもできんだね、いっぱいね。どうしようかな。じゃあ、この辺は、ちょっと、改造していきますわ。スーツと、あと、スキルも、ちょっとやっていきたいと思います。劇場は、フィンが話してた。で、キリがいいんでね、今日はこの辺にしたいと思います。またすぐね、動画の方はアップしたいと思いますので、ご視聴の方、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。天かすのりょうでした。